し、少し休憩しよう。はい。兄貴、兄貴。え、たくまさんが負けた？そうなんです。ネット速報だと6-4、5-7、6-3で名前優が優勝、たくまさんは準優勝だそうです。本当にあの名前くんが勝った？身体能力では絶対たくまさん有利のはず。名前は東京代表だから、兄貴が目指してる関東大会にも出てくるかもしれませんね。うん、よし、あと1ヶ月絶対乗り越える。あとちょっと、もう少しでこの地獄から抜け出せる。よし、今日はここまで。これで2ヶ月分終了だ。地獄の肉体改造、乗り切った。よく頑張ったな。少しは自信になったんじゃないか。あ、はい、おかげさまで。2ヶ月間ありがとうございました。兄貴、お疲れ様。姉ちゃん、やったね。あ、ゆきちくん、なっちゃん。あ、感動に浸る前に確認しておきたいんだが、明日からの3連休は予定通り試合だからな。あ、はい。この試合は荒谷、宮川のような県のトップは出てこないが、そこに食い込もうとする新星が続々出てくる。気を引き締めてな。はい。でも試合前はいつも調整なのに、今回は前日まできつい練習だった。明日までに回復できるのかな。神奈川ジュニアテニスサーキットと同じ県大会レベル、 STC が主催するだけあって重要な大会っていう位置づけなんだな。第8シードか。前の大会ベスト4だったからな。第1シードは寺島隼人君。神奈川ジュニアテニスサーキットでは勝ってる。今回は荒谷君も大林君も宮川君も岩佐君もいない。となれば俺には絶好のチャンスと言いたいとこだけど、この状態、筋肉痛も肉体疲労も完全にピーク。25番、丸尾君。しかも1回戦の佐藤君は調べてる時間もなくノーデータ。試合に臨む状態としては今までになく最悪。くそ、本当に大丈夫か俺。ワンセットマッチ、丸尾サービスプレイ。いきなりシードか。ついてねえな。ラブフィフティーン。動き変だぞ。ダメだ、痛みで体が完全に縮こまってる。ラブサーフィン。アウト。ラブ40。ゲーム1-0、佐藤リード。やばい、体が重くて反応できてない。あれ、これいけるんじゃねえか。おい、大丈夫か。シード選手とは思えねえぎこちなさだぞ。まずい、このままじゃ緊張してさらに動けなくなる悪循環。なんとかしなきゃ。こんな時こそ調子いい時を思い出して。あ、きつい練習しか出てこない。いやいやいや、ダメだ、そんなこと言ってる場合じゃない。15ラブ15オール。ゲーム丸尾、ワンオール。あれ、なんか時間が経つにつれて体が楽になってきたぞ。
ゲーム丸尾2-1。なんでだ。ゲーム丸尾4-1、丸尾リード。ゲームセット、ウォンバイ丸尾6-1。あ、コーチ、なんとか初戦は突破したな。最初はどうなるかと思ったんですけど、なぜかだんだん体が動くようになってきて。ここを超えたらもっと面白くなるぞ。え？アクティブレストといってね、疲れた体を効率的に回復させるためにはあえて適度な運動をするべきなんだ。体中に充満した疲労物質を血液で流す程度の運動をすることで、寝ているより圧倒的に早く回復できるんだよ。アクティブレスト？君はあの肉体改造から解放されてまだ1日目。蓄積された疲労が少しずつ解消されていってる段階に過ぎない。明日2日目はもっと疲れが取れて平常の状態近くまで取り戻せるはずだ。そして3日目以降、一度壊された君の体はもう壊れないようにと、より強靭な体を作り始める。骨格も筋肉も心肺機能もはるかに平常時を超えて強くなっていくんだ。つまり君の肉体改造は今この試合期間に進行中なんだよ。2回戦、25番丸尾くん、28番酒井くん、2番コートに入ってください。確かに疲れは取れてきた。このくらい動ければ今まで通り3回戦はいける。うん、いつもの感じだ。いや、いつもよりいい感じだぞ。お、決勝は丸尾と寺島か。おお、なんだこれ、体が軽い。足のバネが入れ替わったみたいに動ける。ボールが軽いからスイングの調整が楽。ラケットも軽いから打点の修正も簡単。体を強化するとこんな簡単に狙ったところに打てるんだ。土台となる体が進歩すれば当然技も進歩しやすい。そうなれば当然心にも余裕ができる。3ヶ月前と全然違う。何があったってんだ。ゲームセット、ウォンバイ丸尾、カウント6-1 6-0。やった、優勝だ。まぐれでもラッキーでもない、実力で勝った。ありがとうございました。コーチ、おめでとう丸尾くん。優勝しました。見ていたよ。この2ヶ月本当にきつかったけどやってよかったです。そうかそうか。あんな強いくせにあんな喜んでる、わけわかんねえ。肉体改造の効果は実感できたんだな。はい、体が思い通りに動くとボールも思い通りのところに行くのがよくわかりました。あと体力的にきつかったり精神的にへこむポイントがあっても直後の20秒で回復できるからずっと新鮮な気持ちでプレーできました。よし、じゃあ第一関門は突破だな。第一関門？そうだ。とは言ってもやるべきことは変わらんがね、次の大会までの1ヶ月で肉体改造され頑丈になった体をもう一度ぶっ壊す。それを今度は1週間かけて回復させる。そしてさらに強靭になった体を2週間かけて壊し4、5日で回復させる。最終的には5日間で壊した体を2日間で回復させるリズムで定着させる。この繰り返しを永続的に続けることでアスリートとして生きていく体を維持しながら進化させていくんだ。アスリートとして生きていく体。さあ次はいよいよ選抜の関東予選なわけだが、その前に頑張った分表彰されてきなさい。はい。 STC カップ神奈川大会優勝、丸尾栄一郎くん。優勝か、やったじゃん。うん、
ありがとう。本当は見に行きたかったっつうか、応援行こうって何度か佐々木さん誘ったんだけど、文化祭の準備が忙しいって断られちゃってさ。あ、そうか。俺も文化祭実行委員なのに佐々木さんに任せっきりにしちゃって申し訳なかったな。次の地獄の肉体改造期間まで1週間あるし、その間はできる限り佐々木さんに恩返ししないと。そうしろそうしろ。副会長、ちょっといいですか？うん、どうした？佐々木さん、準備手伝えなくて本当ごめん。気にしないで。テニス忙しかったんでしょ？ A ちゃん、ついに初優勝ですよ。初優勝。本当に？おめでとう。ありがとう。羨ましいこったな、郊外のクラブは。部活と生徒会を掛け持ちしてる俺としては、ここ数週間文化祭の準備でいっぱいいっぱいだったぜ。そうか、小清水も文化祭実行委員だったよね。任せっぱなしでごめん。え、あ、いや、別に。今日は何でもやるから指示よろしく頼むよ。お、おう。これってしっかり客寄せするようにな。 A ちゃんのお化けか。ホラードゼロだな。いいんだ、うちのお化け屋敷は全校から面白いやつ集めてお笑い路線を売りにしてるからね。誰がお笑いだって。たくまさん、怖え、笑いないっす。次はどこの呼び込み？次は助っ人だ。助っ人？いいのかなこれで。執事っていうより昔のサラリーマンみたいじゃない？いいんだよ、なんだって。準備手伝わなかった分、今日は人がやりたがらないことをやってもらわないとな。そうだよね、頑張るよ。それ終わったら本部で佐々木さんのお手伝いな。うん。なんだよ、いいやつかよ。お帰りなさいませ、お嬢様。お茶になさいますか、それとも。あれ、マロ君？ん？ああ、白川さん。いいね、てか似合いすぎ。あ、いや、スケット？ええ、まあ。そうだ、マロ君は生徒会入らないの？字綺麗だし食器になってくれるとありがたいんだけどな。あ、ごめん、今は他にやりたいことがあるんだ。また途中で仕事を投げ出したくないし。そっか、じゃあ仕方ないか。うん、でも誘ってくれてありがとう。えいちゃん、お疲れ。お疲れ様。お化けと執事の掛け持ちは濃かったな。あんまり役に立たなかったような気がするけど。次は何すればいいかな。小清水に佐々木さんの手伝いをするように言われて。そう？じゃあここお願いしてもいいかな。うん、仕事的には来た人にパン配ったり校内を案内したり。了解、他にもできることあったら言って。でも丸尾くん何もわかんないでしょ。ごめん。そういう意味じゃなくて、丸尾くんがテニス頑張ってるのわかってるし。じゃあまた来るね。ああ、佐々木さん、俺暇なんだけどなんかない？じゃあゴミ見つけたら拾って。ゴミね。よし、頑張ろう。俺の高校生活はいつの間にかテニス一色だな。ふう、一段落。なんかお腹減ってきたな。じゃーん、差し入れだよ。なっちゃん、どうしたのその格好。似合う？
ってるよ。じゃあなんでそっち向くの、うん、落ち着け。露出はテニスウェアと変わらないはず。ねえ見てこれ、後ろが宣伝なの。少しはクラスに貢献しないとね。そうだよね。まあまあ食べて食べて。ああうん、ありがとう、いただきます。もう店抜けるの大変だったよ。あんたいないと困るってだろうね。そうだよな、学年で一番可愛いって噂の女の子だからな。もし俺がテニスやってなかったら今隣にいるなんてありえなかったんだろうな。でね、 A ちゃんに差し入れ持ってくって言ったらみんなしてなんか A ちゃんの彼女みたいだねとか言ってくるし。ちょっと大丈夫？あ、はい、水、ジュース。で、なっちゃんはなんて言ったの？え？秘密。え？じゃあ。なんて言ったらよかった？Aちゃん？あっ！Aちゃんが壊れたー！ あー、間が悪いというかなんというか。なんかイチャイチャしやがって、いい加減くっついちまえばいいのに。でも当たり前だよね、同じ場所を目指してればその分距離は近くなって、丸尾くんが一生懸命な分どんどんあっちに行っちゃう。もう諦めて次行けば。やっぱ一番近くにいる人がいいのかもよ。あ、こんな時間もう行かなきゃ。ああ、差し入れありがとう。うん、じゃあ答えはまた今度ね。うん。あ、それと STC カップ優勝おめでとう。え、何今のどうなの、なんだったんだ。見てたぞ。影山どうしたのその顔。なんでもないよ、なんでも。え、ただいまをもちまして文化祭は終了となります。全校生徒は指定の時間までに片付けを終了してください。ごめん影山、俺もう行かないと。おう、みんなには俺から言っとく。お疲れ様、それ終わったら打ち上げ行こう。ああごめん佐々木さん、俺これから練習で。あ、そうだったんだ、大変だねこんな時間から。俺は出る出る打ち上げ。うん、えいちゃん。あ、なっちゃん。小清水くん、そっち持ってもらえるかな。お盛り上がったんだってね、お化け屋敷。バッチリ。A ちゃんどうしたの。あ、うん、何でもない。終わっちゃったね文化祭。うん、よし今日も練習頑張ろう。うん、行こうよ打ち上げ。え、あ、うん、文化祭お疲れ様。いや、肉まんも完売だったし大成功だったな。あれ高崎さんと A ちゃんは。片付け終わったら速攻帰った。またテニスかよ。あいつら最近付き合い悪いよな。 A ちゃんはともかく今日の売り上げの5割は確実に高崎さんの功績だぜ。てか A ちゃん最近大丈夫なの。何が。なんかテニスにはまりすぎなんじゃねえかな。
まあ今でも優等生に変わりはないけど、前ほどノートも期待できなくなったし、成績も少し落ちてるって聞いたぞ。ああ大丈夫大丈夫、俺はむしろ今の方が生き生きしてると思うね。あいつは何にも変わってないよ。ただ頑張る場所が変わっただけで。よし20秒休憩。1ヶ月後は全日本選抜の関東予選だ。君はおそらく関東の強豪32名に選抜される。この大会は各都県のトップレベルが勢ぞろいする。今度は関東中の奴らをノーシードからあっと言わせてやれ。